皆様こんにちは。こんにちは。今日はこちらの WR ウィングスイフト用なんでございますけれども、すでにですねたくさんのお客様にご購入いただいて、まあ、新車コンプリートカーでの取り付けもそうなんですけど、たくさんの取り付けをいただいております、はい。すいません、今はちょっと納期の部分でですね、受注を止めさせていただいている状態になるんですけれども、すで、はい、にウイングを取り付けていただいているお客様にですね今日は、ちょっとお願いをしたいことがございまして、はい、その動画となっております、はい。でこのウイングなんですけれども固定箇所が何箇所かあるんですが、まあ、一番分かりやすく言うと、まあ、内側のこういうボルト類ですね、この純正で止まってるこういった位置、純正のボルトですね、はいはい。あとこれちょっと蓋外すと中に、ナットが1箇所止まってるんですけども、はい。まあ、そこの3点、ボディとつながってるこの3点というのが一番メインにはなりますけれども、それ以外にですね、このサイド、まあ、このウィングが降りてきてフロントガラスにステーを挟んで、ボルト2つで止めてるというところがあるんですが、はい、ここがですね、どうしてもこのウィング自体っていうのはこれだけ大きいですから、ダウンフォースを受けるわけですね、はい。走行風に対してダウンフォースはこう受けると当然ここの横っていうのは動く形になります、はい。このウィングがこう押さえつけられることによって横方向に力が逃げるっていうのがありますので、少しここが緩んでくる場合っていうのが、緩むといってもそんなこう極端には緩まないんですけれども、まあ、どうしても経年劣化によって若干ですねここが緩んでくる場合がございます。で定期的なちょっと増し締めメンテナンスということで、プラスドライバー、はい、プラスドライバーもいろんなこうタイプありますけれども、だいたい番手でいうと2番目ぐらいですね、はい、のものを利用いただいて、ここのまあ、スクリューを締めていただくという話になるんですけど、このスクリューを締めるということに対してですね、ただこうこのまま締めるのではなくて、実はこうウィングをちょっと外側にですねグッと押していただいて締めていただきたい、まあ、これちょっとすみません締まってるのでこれ以上締めると割れちゃうので締めないんですけれども、手でグッと押さえながら外方向に力を入れながら締めていただくということになります、はい。というのがですね、このネジの裏側ここですね、はい、ここにステーがついております、はい。でこの、まあ、これはどの車でも同じくついてるんですけども、でそこに対してネジが締まってるんですけれども、これ外側に押し出してですね、締めることによって、まあ、よりここのステーとウィングが密着しますから、はい、まあ、ガッチリと固定されるというそういう作りになっております、はい。なのでここの増し締めされる際ちょっとこう外方向に、外方向というか、まあ、車体の外方向ですね、はい、車体の外方向に力を逃がしながら締めていただくと、力をかけながら締めていただくというのが、重要なポイントになります、はいはい。毎日毎日やることではもちろんないですし、例えばじゃあその何どれぐらいの頻度でやらないといけないのかと言われると難しいんですけれども、例えば半年に1回とかでもですね、こういったところっていうのを締め込んでいただいて、で、まあ、それ以外の箇所というのはですね、緩み止めが純正のボルトで、ここのボルトも実は緩み止めが最初からついているので、まあ、緩んだというお話は今のところ聞いたことはないんですけれども、はい。まあ、ここに関してはやはりちょっとこう可動部というか、はい、ウィング自体が動くことによって、はい、緩んでしまう可能性がございますので、はい、左右2箇所ずつ計4箇所ですね、はい。こちらをちょっと増し締めをお願いしたいという、はい、お願いでございます、はい。でここ締めるときですね、ちょっとこう滑ってしまったりすると直接的にウィングにガチャッと工具が当たったり傷が入ってしまう可能性もありますので、作業の際には十分注意を払っていただきたいんですけれども、はい。まあ、日頃のこういうメンテナンスがですねやっぱりこう外装部品に関しては大事になってきますので、当社のこのウィングを取り付けていただいているお客様には、はい、この機会にですねまた今後つけていただくお客様にもですね、こういったメンテナンスは必要になりますので、はい。ちなみにちょっと、はい、新車のですね、はい、カスタマイズのお客様に関しては、はい、納車後ちょっと1ヶ月で一度、はい、増し締めの方ですね、はい、やっていただければと思います、はい。新車1ヶ月点検とかありますので、はい、そういった機会にぜひ、はいはい。まあ、そういったことでですね、今日はウィングの、今後のメンテナンスのお願いでございましたので、また弊社の製品でそういったアフターメンテをお願いしたいことが出てきた際には動画の方でもご紹介させてあげたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい。ありがとうございます。はい、今日はこの辺でお別れです。さよなら。さよなら。